皆さんこんばんは。今日は2023年9月21日木曜日です。今日のテーマは中国の夫婦ですね。住宅ローンの詐欺っていうのが多いんですよ。ネットではですね、そういう裏技を教える、うん、人がいるんですよね。これで住宅ローンの詐欺ものすごい多いんですよ、実は。これについて話をしますし。 そして、中国の経済が衰退して、みんなの生活のレベルが下がりました。中国人はですね、非常に良い,いことですが、良い生活とは何でしょうかという反省もあるんですよ。これはですね、すごい進歩したというふうに思います。なので、少しずつ話をします。9月20日、o e c で経済協力開発機構という組織ですが、 経済の成長について予測をしました。2023年、世界の経済は成長です。でも中国だけ衰退ですね。下落するよと予測しました。今年、世界の経済成長は2.7%から3%上方修正しました。2024年、2.9%から2.7%下方修正しました。中国の経済について、 今年は5.4%の成長から5.1%にしました。来年5.1%から4.6%だと予測しました。アメリカの経済について今年1.6%から2.2%に情報修正。来年1%から1.3%とします。日本の経済について今年1.3%の経済成長です。 ドイツの経済は0%からマイナス0.2%。来年は0.2%から0.9%とします。インドはですね、今年6%から6.3%とします。来年は6%でしょうと予測しました。インドは世界一番ですね。経済成長。中国の経済について、国内の需要が衰退して、消費市場が不振です。 投資活動も下落しました。特に不動産の投資は良くないんです。結論ですが、多くの国は利上げをしました。それでも経済は衰退していません。特にドイツの経済は良くないんです。原因はですね、中国の影響を受けているからです。来年、アメリカは大統領選挙の投資となりますので、経済の成長は落ち着いてきます。 そしてアメリカは金融緩和をやめて、需要も影響されます。これはですね、OECD という機構の予測は正しいとは言いませんが、でも傾向性はですね、参考になるでしょうかと思います。また、郵送中国ですね、中国の不動産企業ですが、恒大グループに続いて、資産を再編して、再建者の利益を保護するために、アメリカの裁判所に 破産、保護を申請しました。香港の株式市場に上場していて、現在外国の債務を再編しようと計画しています。破産保護を申請して、もし債権者に訴えられて破産してしまうと、債務の再編はできなくなってしまいます。9月19日、郵送中国という会社は発表しました。外国の債務は100億ドルです。 現在、債務の再編をしています。75%の再編者は同意しました。実はですね、事実上、投資家は同意しないといけないんですよ。ただしですね、仮に再編できても、経営は厳しいんです。6月30日まで、この会社の総負債額は、1380億ドルです。一兆元ですね、超えている規模です。中国の GDP の 1> 約1%ですね。ただし、物件は売れました。でもですね、まだ建設できていない本は入っていません。そして、下請けの会社、例えば建設する企業、原材料の企業への未払い金は入っていません。また、中国の国内での借金は含まれていません。実はですね、中国の国内においては、すでに返済不履行となっています。 ただし、外国の投資家は歌いませんので、話題となっていません。国内での借金は、なんとかですね、政府が守ってあげていますので、しかしですが、中国での借金は、あくまで公開した分ですね、2700億円ですね、約5兆円規模です。でも、今年の前半ですが、ユーソ中国という会社は、収入はですね、 584億円だと公開されています。赤字は91億円でした。6月30日、通帳にある現金は73億円弱でした。つまり、郵送中国という会社は事実上破産している状態なんですよ。そして物件の建設も厳しいんです。でも中国政府は郵送中国に対して広大グループより優しいんですね。 しかし政府は助けはしません。もしユースと中国は物件いっぱい売れればいいんですが、売れないと困ります。やはり中国の銀行もこれ以上にお金を貸しません。そして非常に矛盾しているんですが、物件が売れないから建設はできません。しかし消費者それを見てですね、買っても建設してくれないよねと分かってみんな買いません。この悪循環なんですよ。 中国の GDP ですが、不動産産業っていうものですね。32%を占めています。つまり、不動産市場が良くなければ、中国の経済はダメです。ネットではですね、物件が多くて、アホが足りないからですね。ニラが足りないっていう意味ですね。この20年間ですが、中国の経済は、不動産で高度成長できました。不動産市場が下落すると、経済が 悪化しなければおかしいんですよ。9月19日、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道ですが、中国の経済ですね、不動産危機以上に大変なこと起きていますよと、ものすごいびっくりした内容ですね。内容はですね、中国の不動産危機が今までになかった危機です。2年前、恒大不動産が返済不利口と宣言して、 当時、中国の不動産バブルは実は終わりました。それから大手不動産企業がどんどん返済できませんと発表しました。現在、カントリーガーデンという会社ですね、なんとかして倒産しないように維持しています。これはですね、最終的に恒大グループと同じようにゾンビの会社となるでしょうかと思います。中国の不動産業界が大変です。 特に中小都市の不動産は全く売れません。大都会はまたいいんです。中国は不動産いっぱい建設すぎたんです。これから調整する時期に入ります。中国の国民は食しないように恐怖を受けないように政府は調整しています。しかしそれはできません。原因はですね、中国の国民の資産は主に不動産なんですよ。 不動産の価格が安くなるとみんな怖くなってきます。最近中国政府は不動産の売買を自由にして不動産市場を刺激しました。利下げもしました。頭金も下げました。二件目、三件目買ってもいいですよと言います。一部の方は買おうと考えています。という話ですね、ありました。これに関して野村証家の 経済学者は言いました。これは自的なことであって、政府の刺激策を信じる方がいます。都会の不動産価格は落ち着いてくるでしょう。でも不動産企業にすれば税税ですね。販売の業績はこれ以上に悪化しないです。これ以上の不動産価格の成長はないんです。でも不動産の売買は良くなると、これは難しいです。 不動産投資の時代はもう終わったんですという分析はありました。現在ですね、中国の不動産産業についての情報ですね、業界についての情報ですが、政府はものすごく厳しく管理しています。あまり報道はないんですね。流れを言いますと、2021年、不動産は住むものであり、投資するものではないという習近平ですね、スローガンでしたが、不動産企業は 銀行から融資でできなくなくったんです。まだ当時コロナの影響もあって物件はですね、売れなくなりました。そうすると建設工事もできなくなりました。まだ不動産企業は返済もできなくなったんです。多くの不動産企業は悲鳴を上げました。不動産企業あるいは不動産業界ですね、不信となって中国の経済は 一気に下落しました。コロナの影響もあり、国民の収入は下落。中小企業も倒産する。店舗は街中ですね。すごい空いてきます。不動産価格は史上初の下落で、不動産神話というものが崩壊しました。これがですね、不動産市場、今の結果論ですが、ダメとなった原因なんですよ。つまり、不動産神話がもう終わったんです。 不動産神話を支えるのはですね、収入、就職率、社会の状態、未来への自信。例えば、彼女を作るには不動産がないと厳しいんですね。あるいは、彼女のお母さんですね。結婚の条件を言い渡されます。不動産会をと言われます。ななどですね、そういうものがあるんですよ。つまり、不動産の神話を支える要因ですね、実にいっぱいありました。 ただしですね、不動産神話が終わってしまうと、もう崩壊ですね。もう一度不動産市場を刺激して、不動産神話というものを再建しようと政府は考えています。でも、無理です。と私は思っています。9月19日、武漢市ですね。コロナの発症地ですが、武漢市。不動産の売買は自由である。誰でも買っていいですよとなったんですよ。 住宅ローンの返済中であっても、2件目購入すると、初めて住宅ローンの審査をするんですよ。子供が2人いるとですね、3件目の購入することも指示しますよ。もし2件以上の不動産を持つと、それはですね、賃貸中であること、これから売却すると考えるなら、不動産をさらに購入すればですね、初めて不動産を購入すると、 住宅ローンの審査をしますよ。ただしですね、条件あります。これは新築不動産の購入ですね。9月19日から12月31日まで新築不動産を購入すると税金は半額にします。12月31日までに新築不動産を購入すると、武漢市政府は現金1万元補助金を支給します。プラス税金は半額です。 まだ12月31日まで住宅ローンの審査を特別優遇しますから例えば年収を100万円とします審査するときに120万円として審査しますからそういう話もあるんですよこれでわかるのはですね政府は必死ですね不動産の取引を活発になってほしいんですよ特に新築不動産買ってほしいんですね原因はですね 今年6月末でしたが、武漢市政府ですね、販売券販売物件の数ですね、発表しました。16万件の物件、販売許可をしたんですよ。16万件なんですよ。しかし8月ですね、7175件売れました。これはですね、去年同期比より25%の減少です。去年はですね、実に減少したんですよ。今年はさらに減少しました。つまり、 需要はないんですね。住宅物件が多すぎるんですよ。そして、武漢だけではありません。天津も、南京も、信用もですね、7などの都市も発表しました。これについて、中国政府の目的としては、実はですね、銀行を守りたいですね。もし不動産企業が破綻すると、銀行も不産債権で破綻してしまいます。もし不動産企業が ゾンビとなってもですね、銀行の不ロ債権はあるんですが、でも崩壊はしません。でも銀行にはお金がないんですよ。これで銀行はですね、お客さんの貯金を厳しく管理しています。できるだけですね、お金を出さないように調整しています。送金も厳しく管理しています。原因はですね、銀行にはお金がないんですよ、実は。数字はあるんですよ。 お金の流れを厳しく管理して活発となったらですね、お金の流れがもし活発となったらですね、銀行は実に困ります。しかしですが、銀行は何とか維持できても、シャドーバンキングと言いますが、投資信託はですね、返済不履行となったんですよ。8月20日、中央信託という会社は、 すべての投資家に対して返済できません。利息の支払いも無理ですよと発表しました。これで多くの方は抗議しました。約ですね、3000億元だと言われています。約6兆円の規模ですが、現在発表しました。中心信託、中心銀行、これは国営企業です。と、県信信託。 これは中国建設銀行。これも国営企業ですね。この二つの投資信託に一年間の契約をしました。管理してもらいますと。しかし、ここで中有信託の説明としては、あくまで政府の企業ではあるんですが、政府の助けではありません。投資信託の金融消費の返済義務、国には関係ありませんよというふうに説明しました。 まだ、中央信託者の資産規模は1080億アメリカドルです。現在、中国の投資信託という業界はですね、大丈夫ですかとみんな不安です。投資信託の業界ですね、中国では3兆ドルの規模なんですよ。つまり、不動産危機の次ですね、投資信託業、本当に大丈夫ですかと思われています。 中国の不動産企業ですが、一番お金を借りているところですね。実は投資信託なんですよ。きっと大変なんです。当然ですが、投資信託の会社は、他コさんの投資家からお金を借りましたし、これで中国の経済は、ますます大変となっていくと言われています。中国の不動産市場ですね。市議策を受けて、早く売ってしまう人が多いんですよ、実は。これはですね、 政府、銀行がですね、焦っていますから、早くお金を貸したいんですね。不動産を、新築不動産のないんですが、早く買ってもらいたいんですね。なので、ネットではですね、裏技があるんですよ。これを聞いて皆さんはきっとですね、ええー、と思うかもしれません。でもですね、ちょっと事情があるんですよ。これについても話をします。これはですね、実例なんですよ、実は。 夫婦で不動産を買ったんですね。結婚で。住宅ローンは返済中ですね。ローンを返済中ですから、物件は銀行に担保を入れましたね。夫婦はここで離婚します。旦那さんはですね、手ぶらで家から出ていくんですよ。つまり奥さんはですね、これから不動産もしますから、奥さんは一人で返済していくんですよ。次はですね、奥さんは旦那さんに不動産を売るんですよ。 旦那さんはですね、銀行からお金を借ります。今の不動産価格と、えー、今の相場なんですよ。相場ですね。の値段で銀行からお金を借ります。不動産を借ります。銀行はですね、奥さんに不動産売買のお金を振り込むんですね。そこで奥さんはお金を受け取れます。旦那さんはそこで銀行にもう返済できませんと破産します。 そうするとですね、不動産は銀行のものとなりますよね。まあ、どうせ仕事はないし、あっても給料は安いんですね。と旦那さんは思ってるんですよ。例えば自分がですね、ブラックリストに載せられても怖くないんですよね。どうせ今の状態でしたら観光はしませんので。そして奥さんは奥さん、もう離婚したんですよ。子供さんは子供さん、自分とはもう関係ないんですよ。他人ですね。 というようなお父さんが多いんですよという意味ですね。これはですね、ちょっと説明しますが、市場の問題はですね、住宅ローンの返済で家族全員困っているんですよ。生活がどんどんですね、厳しくなってきます。プラス、不動産価格はですね、下がっていくるのを分かっているんですよ。今のうちに政府のこの施策を利用してお金を取ってしまおうと。 取って逃げるという意味ですね。当然ですが、お金はお子さんにあるんですよ。旦那さんはもうないですね。ただしですね、ここで説明しますが、お金を取るよりですね、頭金を回収するというイメージなんですね。また、これからの生活はですね、間違いなく楽にはなるっていうようなイメージですね。お子さんも子供も自分もですね。これがですね、中国の今の事情なんですよ、実は。 ウォール・ストリート・ジャーナルのほどですが、中国は日本のようになるのか無理ですよ。中国の方が大変ですよ。そういう記事があるんです。なので、日本の方ですね、見て、えーとなるんですよね。でも、中国はですね、日本の事情とは違うんですよ。これが、えー、中国の事情ではありますので。内容はですね、中国は30年前の日本と似ていると言われています。医者金が多いんです。 高齢化社会です。そしてデフレとかですね。なんだと。そういうふうに言われています。でも、中国はですね、もっと大変ですよ。日本はですね、緩やかな成長になっただけです。中国は緩やかな成長ではなくて、下落衰退です。まだ中国はアメリカを超えるのは永遠に無理です。最初は、投資。インフラ建設で、不動産で経済の 高度成長はできます。ただし、経済はある程度成長して、もっとですね、高い技術の製造業がないと厳しいんですよ。中国政府は何回もですね、政策の修正はできたはずなんですよ。中国の問題とはですね、政府が何でも決めるからです。市場ではやらないからですね。しかし、もし市場でコントロールすればですね、 政府の権力が弱くなってしまうんです。政府は嫌ですね。ここで中国の指導者は市場の力での調整をやめてずっと自分で経済を指導してきました。管理してきました。しかし結果ですが経済が悪化してきました。つまり中国政府はですね、実に問題はしているんですよ。でも改善はしませんでした。でも結果ですね、 やや一人の族からの支持を得ることができなくなってしまうんですよと。つまり、やや一人世帯は貧困となりますよというふうに言われています。これはですね、非常にそうでしょうと私は思います。さっきの例も言いましたが、この夫婦ですね、結婚しました。不動産も買いました。子供さんもいます。これがですね、中国では標準的な ややり族なんですよ、実は。でもこのようなやや糸り族であっても現在は離婚して銀行ですねお金を取ろうというふうにしています中国のネットでは正常の国ではですねの政府の政府は国民にベルトを締めて困難の生活を準備しろと発言すると自分の支持率が下がって自分の政権が終わってしまいます しかし我が国の政府は普通に言っています。でもですね、現実は戦争はないんですよ。中央テレビでの報道ですが、毎日我々は絶好調ですよと言っています。また共同富裕についてもいっぱい宣伝しましたし。しかし急にですね、苦難の生活をしましょうと言われたら嫌です。そもそも我々には良い生活をしたことがあるでしょうか 50年代大躍進ありました60年代大基金ありました70年代計画経済ありましたね80年代改革開放改革開放の直前ですね国営企業は一気に崩壊しましたこれはですねソフトランティングではなくてハードランティングですね当時中国はですね失業者がものすごい溢れていました国営企業が 終わりなんですよ。でも幸いですね外資系がいっぱい進出してきました当時はですね最初は痛かったんですよでもその後ですね良かったんですが90年代金融危機がありました今の時代となったら不動産は高い高いんですね価格が教育費用も高いんです医療費も高いんですそれから SARS コロナ3年間国民の生活は本当に改善したでしょうか 確かに高層ビルに住む。マイカー、自動車を持つ。これで良い生活と言えるでしょうか我々は、ローンの返済で精一杯です。なので、現在ですね、最初から買わなければ良かったのにと、お金をですね、いっぱい貯めておいて、今はですね、返済では困らないはずです。家族全員ですね、住宅を買うために貯金を出しました。 一生懸命稼いで、廃済で終わってしまいます。これでいい生活ですか嫌ですよというふうなですね、コメントがあります。中国のネットではですね、そういう記事があるんですよ。これでいるのはですね、中国の青年たちですね、どんどん目がですね、覚めてきました。と私は思います。つまり、寝ます。努力はもうしません。ギリギリの生活でもいいですから。 夢はですね、マイカーでもないんです。マイホームでもないんです。結婚はそもそもしなくていいんです。子供はもういりません。そういうのがですね、今の中国の若い子の考えなんですよ、実は。なので我々にはもういいんです。そういうのがですね、今の状態なんですよ。中国の社会ですね。また中国の社会経済について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。 最後、犬ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。